ほら、めぐるくん、ちゃんと下支えててよ。立花さん、あんまり無理しない方が。何言ってるの、せっかく作った新聞よ。少しでも目立つところに貼るのは当たり前でしょ。でもさ、僕の腕もうしびれて。地球より重い命を救えか。見出しはセンセーショナルなんだけどね。なーに暗い顔してるの、元気ないぞ。猫探しだって立派な活動、千里の道も一歩から。こういう地道な活動を続けていればこそ、いつか私たちにふさわしい大きな事件にも巡り会えるというものよ。依頼受ける代わりに真由美先生のパソコン使わせてもらえるようにもなったんだし、
ね、めぐるくん、これからはいろいろ活動しやすくなると思うわ。どうだか。ん？なんか言った？なんでもないよ。部長としては人を引きつける類のものはどんなものでも見逃せないわ。ぐずぐずしないで行くわよ。わかったから見に行こうよ。それじゃ、めぐるくんよろしくね。え？さっさと行くのよ、めぐるくん早くして。どういうこと？もう、キャタツごと移動よ。え？ことだよ、こんないい加減な記事一体誰が。大丈夫？もう危ないでしょ？怪我でもしたらどうするのよ。
ごめん。犯人。何？どうしたの？キャちょっと、こんなことしてどういうつもりだ？久しぶりね。こうすれば手っ取り早くあなたに会えると思ったわ。どうしたの？急に走り出したりして。しのぶ。え？桜田しのぶ。僕が転校する前の学園の同級生だったんだ。めぐるくんの知り合いなんだ。よろしくね。私、立花都。これでも一応彼の所属する新聞部の部長なの。再会ってわけじゃないの？桃井君は前の学園を逃げ出したのよ。私と正々堂々戦うのが怖くて。戦う？逃げ出した？私の望みは、桃井君、あなたと勝負することよ。嫌とは言わせない。そのために私はわざわざあなたを追ってこの木の花学園に転校してきたんだから。勝負だって？そうよ。聞けばあなたたち新聞部を立ち上げたそうね。私もこれから推理探偵同好会を作ろうと思うの。覚えておいて。いずれふさわしい事件が起こったとき、私は必ずあなたたちよりも先にこれを解決してみせるわ。なーにあれ、嫌な感じ。ちょっとめぐるくん、なんであんな風に言われて黙ってるのよ。実は言いづらいことなんだけど。彼女しのぶは
僕の。何なの？姉さんなんだ。バカ言わないでよ。やっぱりバレちゃった？もうしょうもない嘘をつかないでくれる？だいたいめぐるくんとあの子は同い年でしょ。それに顔も全然似てないし、何より性格が全く違うわ。それから、もうそこら辺でいいよ。あ、そう？まあそんな嘘をつくってことは彼女のこと話したくないんでしょ。もう聞かないから安心して。あれ、パスケース？落とし物かしら。キュッ！あ、すみません。もしかしてあの時の人が。